日本体育大学がボールを前方へ落としたためノックオンとなりました。Thank you.
日本体育大学のペナルティーです。成蹊大学がラックからボールが出るより早くディフェンスに行ったためオフサイドとなりました。でもキックにしちゃっていいですか、うん、I'm not going to do that.
日本体育大学7番長船鉄心のトライです。日本体育大学10番小田春日のゴール成功です。日本体育大学に7点が入り7点、7対0となりました。がタックルされボールを離さなかったためノットリリースザボールとなりました。日本体育大学11番森谷寛太のトライです。また日本体育大学10番小田春日のゴール成功です。日本体育大学に7点が入り14点、14対0となりました。
日本体育大学7番長船鉄心のトライです。テスト関連ですけど大丈夫ですか？日本体育大学に5点が入り19対0となりました。日本体育大学のペナルティーです。15 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 15
日本体育大学がタックルされボールを離さなかったためノットリリースザボールとなりました。成蹊大学がタックルされボールを離さなかったためノットリリースザボールとなりました。
ラインアウトの際、ボールをまっすぐ投げ入れなかったため、ノットストレートとなりました。崩したためコラプシングとなりました。
がタックルした際相手プレイヤーから離れなかったためノットロールアウェイとなりました。工藤龍生のトライです。10番小田春日のゴール成功です。日本体育大学に7点が入り26対0となりました。Thank you.
ックが肩より高い位置でタックルしたためハイタックルとなりました。日本体育大学5番大阪雄太のトライです。体育大学10番小田春日のゴール成功です。
しぶりだな。選手の入れ替えをお知らせいたします。成蹊大学3番長須智也に代わりまして鈴木辰巳4年、新潟県立新潟高校背番号18、10番石原幸也に代わりまして菊本悠真2年、総督高校背番号22、14番猪俣俊氏に代わりまして小口哲平3年、神奈川県立横須賀高校背番号23が入りました。日本体育大学7番長船鉄心のトライです。
育大学に5点が入り38点、38対0となりました。選手の入れ替えをお知らせいたします。日本体育大学1番高山達也に代わりまして、高平優太3年長崎県立長崎北陽大高校背番号17、5番大阪優太に代わりまして、大橋幸太郎3年九州国際大学附属高校背番号19が入りました。成蹊大学15番近藤大河に代わりまして、大場周平2年成蹊高校背番号23が入りました。日本体育大学15番古賀剛志のトライです。Yeah.
本体育大学10番小田春日のゴール成功です。日本体育大学に7点が入り45点、45-0となりました。成蹊大学のノックオンです。日本体育大学がラインアウトの際ボールをまっすぐ投げ入れなかったため、ノットストレートとなりました。日本体育大学のペナルティーです。待ってこい。
プレーを妨害したためオーバーザトップとなりました。選手の入れ替えをお知らせいたします。成蹊大学1番大館幸永に代わりまして西澤恭平2年成蹊高校背番号16が入りました。
日本体育大学24番斉藤光輝のトライです。日本体育大学10番小田春日のゴール成功です。日本体育大学に7点が入り52点、52対0となりました。選手の入れ替えをお知らせいたします。成蹊大学2番金子相馬に代わりまして、渡辺ある2年、関東学院大学附属高校背番号17が入りました。13番、新谷恭平のトライです。じゃあもう最後さ、後半の分だけ取って勝つよ。22番菊本悠馬のゴール成功です。成蹊大学に7点が入り7点、52対7となりました。Come on!
のペナルティーです。はい。
日本体育大学が肩より高い位置へタックルしたためハイタックルとなりました。ボールを離さなかったためノットリリースザボールとなりました。選手の入れ替えをお知らせいたします。成蹊大学5番藤平哲星に代わりまして安室達也4年セントトーマスオブカンタベリーカレッジ背番号20が入りました。Yeah, yeah, yeah.
成蹊大学のノックオンです。成蹊大学4番武田博樹に代わりまして木村俊平2年桐蔭学園高校背番号20、9番末次真人に代わりまして木村智也2年湘南工科大学附属高校背番号21が入りました。7番総福脇大和のトライです。2番菊本悠馬のゴール成功です。成蹊大学に7点が入り14点、52対14となりました。Thank you.
ご無沙汰。